今日は3月の4日、今午後3時、あ、違うわ、2時半ですね。今日はね、朝起きた時から脳疲労というかパニック発作みたいな、脳みその発作がね、起きてて、かなり辛かったです。急いでね、YouTube の、脳疲労に効く BGM をね、流したんですけども、自分の部屋の立地がね、四方がね、人通りがある廊下とか、隣の部屋に誰かいるとか、そういう状態で物音が聞こえてしまって、それすらもね、ちょっと受け付けないぐらい朝の疲労発作はひどかったです。そんなこんなでね、とりあえずまあその時よりは落ち着いてるんですけども、疲労のまあ名残で、まあ、筋肉で言うと筋肉痛みたいなものが今私のおでこの近くのね、脳のあたりに違和感がありまして、まあ、強いね、ストレス状態にさらされてることには変わりがないかなと思います。で、今日なんですけども、一応昨日のね、植木関係の残りの片付けとかがあって、予定組んで一応途中まで準備したんですけれども、午後ちょっと雨がね、降るっていう予報なので、もしかしたらちょっと作業ができないかもしれません。できる範囲でね、家の中のことか、まあ、外のことも雨が降らない前にできればやろうかなって感じです。今日はね、セブンイレブンの牛丼です。で、七味唐辛子もね、もちろんつけてます。ちょっとね、私のチャンネルね、インコのね、鳴き声がうるさいっていうね、コメントがだいぶ前にあって、まあ、別に、へこんだりとかはしてないんですけれども、確かに自分で見てもね、インコの声で全然私の声聞こえない場合があったので、まあ、ごもっともだなと思ったんですけど、私もちょっと足が悪いので、インコをね、飼ってるところに食事のね、テーブルがあるせいで、ちょっとね、環境としてちょっと移動することができないので、なるべくね、インコが喋らない時にね、撮りたいなとは思うんですけども、まあ、インコってね、不思議な習性があって、周りが賑やかになるとね、おしゃべりもね、活発になるんですよ。例えば、今ね、ご飯食べてる場所にテレビあるんですけども、テレビね、ボリュームがちょっと小さいなと思って、あげるとね、インコもね、それに伴ってね、喋るボリュームがね、上がるんですよね。で、またそのインコのね、おしゃべりというか、さえずりで、うるさくて、こう、テレビの声が全然聞こえないので、さらに音量を上げるとね、またインコもね、ヒートアップしてね、喋りがね、饒舌になってね、追いかけっこみたいになるんですよ。それはそれでね、インコがね、楽しそうにしていれば、私もそれは見てて、微笑ましいんですけども、本当にね、テレビの音は全然聞こえません。以前はね、1羽だったんですけども、それがつがいになって、で、今度卵がね、かえってっていう形で、今、全部で4羽いますから、なかなかね、インコの音は、一つの部屋にこもっていればね、かなりね、ボリュームがあると思います。それはね、ちょっともう本当申し訳ないです。かといって撮り直すのもね、ちょっとかったるいですし、まあ自分のチャンネルなんでね、好き勝手にね、ゆるくやらせてもらおうかなって思ってます。飴色のね、めちゃくちゃ美味しそうなね、牛丼の具でありますね。つゆもなんか割と、つゆ抱くまでいかないか。でもね、結構汁気あって美味しそう。あちちちちち。わあ、美味しそうですね。もう付属の七味があったんで、これをかけます。付属で紅生姜はないんで、家にね、残ってた紅生姜も乗っけます。紅生姜乗せようと思って今、瓶開けたんですけど、私以外があんまりね、紅生姜を乗せて、好んで食べる人がいないせいでね、ちょっとね、匂いが危ない気がしたので、今日はね、ちょっと紅生姜なしで食べます。ちょっと危ないかな。いただきます。ほら、この辺すごいつゆだくじゃない？美味しそう。じゃあ、いただきます。あ、美味しいね、これ。前も言ったんですけど、うち近所に牛丼屋がなくて、以前すき家があったんですけど、まあ近いってほどでもなくてね、だいたい車椅子で40分ぐらいかかるような場所で。で、それが普通のね、松屋じゃなくて、松屋ホールディングスの別のね、系列店に変わっちゃったんで、牛丼食べれるところがないんですよね。もしね、できてくれるんだったら、吉牛がいいなと思うんですけど、車じゃなくて、歩いたりね、電車で行けるような場所で、なんとかね、牛丼屋ができてくれたらいいなとは思いますね。吉野家、すき家、松屋の順番に、牛丼屋好きですね。
牛丼はやっぱり吉野家が一番いいかなって思います。